ここでステージの転換をしたいと思います、はい、一度お立ちいただいて左手でお待ちいただいてもよろしいでしょうか、はい、この後真ん中にご移動いただきます。 ありがとうございます。末川さん自らそんな私ゲストの方がご自身で椅子を移動されるの初めて見ました。なんとでも持つ姿もタフですね。はい、力強くてさすがでいらっしゃいます。出てますね。ありがとうございます。どうぞおかけください。ありがとうございます。なんてタフで力強い動きなんでしょうかね、最初おっしゃりながらも優しいお言葉だなと思ってたんですが、ここで出ちゃいましたね、思わず。そうですね、はい、そういう一面も出していきたい。はい、ドラマの「silent」で湊役を演じられていましたけど、はい、湊は優しさが成分ということで話題になってました。で今回の、タフ組の CM で、鈴鹿君の、成分は一体何でしょうか。お成分成分ソーダ味のタフ組とかですか。いやサイレントで湊君は優しい役柄でしたよね。そうですね、主成分優しさ、はい、で今度は、まあ、比較的今日のコスチュームというか衣装みたいにちょっとクールな感じで表情もすごいクールな感じだったと思うんですけど、まあ、そういったことの意味での成分は何でしょうかと。タフですもう加えるとちょっとありますかね。ライオンとか主成分タフ引き締まり鈴鹿でしたかね。なるほど、奥が深いですね。そうですね、その奥深さを CM でぜひご覧になってください